皆さんおはようございます。9時半になりました。一生美女堂の時間です。私一生美女堂のパーソナリティを務めます。及川元乃と申します。実は今日、この番組2回目なので、まだまだ緊張しておりますが、これから、約30分間お付き合いお願いします。この一生美女堂は、女性がありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや、悩みの解消法、そして、ちょっと直感を使った楽しい生き方っていうのを発信していきたいと思っています。沖縄県内の女性で、起業して自分らしいライフスタイルを送りたいという方のためのお役立ち番組になれば、嬉しいなと思います。あと番組の中では、自分らしい、輝く女性起業家をゲストに迎えて、経験談なども聞いていければなと思っておりますので、よろしくお願いします。あとこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。ちょっとまだ、初心者なのでツイート、拾いきれないかもしれないんですが、また、皆さんと参加しながら、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。それではここで1曲お届けいたします。グリーンの奇跡。グリーンの奇跡でした。今ちょうど卒業シーズンなので、実はうちの子供が、去年幼稚園卒園したんですけど、このグリーンの奇跡を聞いて、お母さんお父さんと先生がもう号泣したっていうのをちょっと覚えていて、ちょっと今日は流してみました。そして卒業シーズンの3月といえば、もう一つ大事な、確定申告の時期ということで、私及川元乃の本業の、税理士としての、ちょっと、お役立ち情報を今日のお時間で発信していきたいと思います。ですね、私、沖縄の税理士の方って毎年税務署だったり商工会だったりの税務相談で、一応応援作業しているんですね。で、その無料相談会で税務署の方もいれば、税理士の、方もいるという現場なんですけれども、そこでちょっと、女性の方から多かった質問
で、ちょっと今日は、ピックアップして、それにお答えしていくという形で、情報発信していきたいと思います。ですね、まず、とても多かったのが、旦那さんの、会社員の旦那さんの、確定申告を、代わりに来ましたという女性の方が結構いらっしゃって、もう相談会場は2時間3時間待ちなので、本当にお子さんを連れていらっしゃったりする方、とっても大変だなと思ったんですけど、その中で一番多かったのが医療費の、控除の、ことでした。で、通常会社員の方ですと、会社の方で、源泉徴収をして年末調整して終わるという形なので、通常確定申告の必要はないんですけど、例えば、その年にたくさんお医者さんにかかったりとか、例えばご出産されたという場合だと、その医療費がかなり多くなりますので、それを申告をすることで、もうすでに払っている源泉所得税の一部を戻すことができるというのがこの医療費控除なんですが、どういったものが医療費になるのかっていうところで、結構質問があってですね、例えばその病院にかかった経費っていうのは、医療費の明細がお医者さんからもらえるので、それはそのままでいいんですが、薬局で買った風邪薬とか、これどうなんですかとかいう質問が結構あってですね、これは医療費になりますので、市販の薬局で買った、薬局で買った市販薬も、ちょっと細々したものなんですが、医療費として含めて計算して、いただければなと思います。で、その合計が1年間で10万円を超えた部分だけが控除の対象になるので、若干その額は少なくはなるんですが、もし10万を超えるぐらいの医療費がある場合は、申告を、して戻していただければなと思います。あともう一つ多かったのがですね、扶養控除を、受けれる範囲なんですが、通常お子さんは、扶養になります。で、奥さんも所得がですね38万以下、所得がなかったりすると扶養に入れることができるんですけど、もし、ご両親とかと、同居していて、ご両親に所得がない場合も、そのご両親も扶養家族に入れられますので、それを申告すると、若干戻るケースっていうのが今回何回かありましたので、控除できるその対象、家族の中でいるかいないかの確認もしてみたら、よろしいかなと思います。あとは、会社員の方なんだけど副業していて、複数の所得があるという方も、一箇所で年末調整が終わっていてもですね、他の所得と合算して申告すると、若干税金が戻るケースもありますので、実際にご自身で計算できれば一番いいんですが、もしちょっとできない場合はそういう無料相談を使って、戻るか戻らないかだけでも、知っておかれるとよろしいのかなと思いますので、還付されるこの税金というのはもらう権利ですので、ぜひ、そういった、自分に受けれる権利も行使してみてください。あともう一つ多かったのがですね、個人事業の方の、申告で、ものすごくもったいないことをしているっていう方が、2、3人いらっしゃったんですけど、ずっと事業をしていて、で、今年、黒字が出てしまったので、ちょっと納税額が大きくなりそうなんですっていうご相談が来てですね。で、実際にその年の、27年の所得を計算したら、50万ぐらい納税が出てしまうっていうのを計算して、ちょっと本人びっくりされていたんですけれども、実はその方、過去に赤字で、ちょっとマイナスが出ていたっていう、状況だったので、過去のマイナスをですね、今年の申告で相殺すると税金が出なかったと、いうことになりました。
ので、可燃度の、事業の繰越損失というものも、あるかどうかちょっと自分で確認しておかれるとよろしいと思います。ただこの繰越損失っていうのが使えるのがですね、青色申告をしている方だけですので、ご注意いただければと思います。で、今もし白色なんだけど青色で何なのって思われてる方も結構いらっしゃるんですが、こういったですね、過去の損失を繰り越すことができたりとか、有名なのは65万円の控除ができるという、経費として65万円乗せられるので、ぜひちょっと迷われてる方は一度この青色申告を、青色申告の申請を、税務署の方に届け出て青色申告の対象になられると、税金のメリットを受けられるかと思います。はい。で、青色申告をしても、特にその罰則もししなかったら、罰則があるとかではないんですが、ご自分の税金を、戻すために、やられておくといいと思います。でですね、事業者の方で、売上が1000万円超えてしまうと消費税の納税義務が約2年後に発生してくるんですが、消費税に関しては、申告期限が3月31日、所得税よりも少し長いので、その辺は、ご留意いただければなと思います。まあ、そういったことの質問が結構ですね、その無料相談会場で、多かったので、ちょっとご説明してみました。はい。あと、もう一つ多かったのが贈与をしたケースです。で、実はもう今所得税の確定申告っていう方が有名なので、あまり、まあ、メジャーじゃないというか対象でない方の方が多いんですが、親子間で、お金をあげたりとか土地とか建物を名義変更したりするとそれは贈与になってきます。で、贈与に、関しては贈与した財産の価格に対して税率がかかってくるので、これの申告期限も毎年3月15日所得税と同じになってきます。はい。で、この贈与に関しても今回相談会場でものすごく今年は多かったんですね。で、やはりまあ、ご存知の方少ないかもしれないんですが、相続、贈与税と似た税金で相続税っていうのがあるんですけど、相続税の基礎控除が、下がりまして、ちょっと課税対象になる方が増えてくるというのを知ってか知らずか、ちょっと不安になって来られた方が結構いらっしゃって、で実は父親から、土地を名義変更で移したんだけどこれは税金かかりますかという方が多かったです。で実際、贈与の方法って2つパターンがあって、110万円、毎年、贈与するのか、相続の時に先延ばしするのかっていう2つパターンがあって、まあ、それの選択によって、メリットを受ける方と受けない方がいるという、ことになるんですけど、歴年課税の場合、毎年、その年で、受けた時に申告する場合は非課税額が110万円あるので、その110万を超えた部分に対して贈与税がかかり、それ、の申告を行う必要があると。でもう一つは、相続時精算課税と言われていて、その年贈与を受けた年では申告しないで、実際に相続が発生した時に申告するという、もう一つの方法があります。これいずれもですね、ちょっと、本人だと判断しづらいところもあるので、その無料申告会場で行くか、もしくは最寄りの税理士さんに相談していただくとベストな選択ができるんじゃないかなと思います。それでは一旦、CM に入ります。
では引き続き、税金のお役立ち情報を届けていきたいと思います。すみません、ちょっと先ほど、贈与のお話をしていたんですけれども、ですね、この、贈与は、日本の税金の中でも、一番高いと言われている、税率を使っているので、最低でも 10% ですね。その財産の価格の 10% からかかってくるので、もう何かを誰かにあげたと、誰かから自分が財産をもらったときは、その財産の価格によって、きちんとその年に申告するのか、それとも、相続があったときにちょっと先延ばしをするという、制度を使うのか、このいずれかの選択をすることはとても重要なので、ちょっとお伝えしておきたいと思います。はい、あと、もう一つこの贈与税と似ている相続税というお話をしたんですけど、例えば、自分の、親御さんが亡くなられたと言ったときは、その、親御さんに、所得があった、もし事業をしていたりとか、不動産を扱っていて不動産の収入があったとか、いうときは、その、相続人の方ですね、例えばそのお父さんが亡くなられたとしたら、お子さんが代わりにそのお父さんの収入に対しての申告をするということが必要になってくるんですね。で、これは準確定申告といって、通常の確定申告と基本的には同じなんですが、その提出期限が、若干、違いまして、亡くなられた日の翌日から、亡くなったことを知った日の翌日から、4ヶ月以内の申告が必要になってきます。これも今回、会場、無料相談会場に行った時に、結構、3、4名いらっしゃいまして、で、この申告をできるのは、相続人、実際にその亡くなられた方の財産を受け取る方、しかできませんので、こちらも、ご留意いただければなと思います。はい、で、もう一つ、ですね、これは個人事業の方からの質問で結構多かったんですが、通常これは無料相談会場では、ちょっとお答えはしてないんですけれども、個人事業でもう税金が出るぐらい、黒字になってきたので、ちょっと会社を作りたいなという、方が結構いらっしゃってですね、で、だいたい会社にした時と個人事業だとどっちが得なのっていう質問が結構多いんですが、ですね、税金的に言いますと、個人事業の時に、所得ですね、収入売上から経費を引いた、黒字の価格が、だいたい400万から500万ぐらいを超えてくると、所得税率の方が高くなってきてしまうので、法人にして法人税率で計算していった方がメリットがあるということが、まず税的なメリットとして挙げられます。あともう一つは、個人よりも法人にした方が、経費に乗せられる範囲が増えますので、所得が500万を超えてきたあたりから法人にしていかれるといいかなということを、お伝えしています。で、女性でもやはり、本当に個人でバリバリ稼いで、事業がもう3年目とかになってくると、かなりその黒字化していく方も増えているので、そういう方にとっては、法人、株式会社なり、法人といってもですね、形としては株式会社だったり合同会社だったりという、ちょっと形はいろいろあるんですけれども、ご自身の事業に合った法人の形をとって、その、税的なメリットを取ることを考えていかれるのも必要かなと、思っていますので、特に、女性はそういう、ちょっと小難しい法律の話だったり税金の話だったりっていうのを相談しづらいと思いますので、そういった方もぜひ、私たちの女性企業パートナーズにご相談、ご気軽にご相談いただけると嬉しいなと思います。
ちょっと税金から離れてしまったんですが、最後にですね、ちょっと今年の確定申告初めての方だったりとか、毎年やってるけど本当にもう毎年嫌だなって思われてる方って結構多いと思うんですね。で私たちも、そういう方がいらっしゃるからこその、仕事ではあるんですけれども、実は、そういった方に向けて本当に便利な世の中になってきてるなと思うんですけれど、クラウド会計というのが今、どんどん、広まってきています。通常会計処理をしたり、会計ソフトを使っていったりするのって、会計事務所さんだったり、大きな企業の経理だったりっていうのが、今までは、常識だったりしたんですが、もう個人レベルでも使っていける気軽な会計ソフトということで、最近ですね、フリーとかマネーフォワードとか、といったクラウド会計が、浸透してきています。これは、本当に、必要な事項だけを入力すると自動でもう、帳簿が作れちゃうという、非常に優れた、もう、税理士から見てもあこれは素晴らしいな、便利な機能だなと思うぐらい、のものが、今出回っていまして、で特にですね、やっぱり個人で事業をされているとそういうシステムを入れるだけでもお金がかかるので、こういったクラウドの会計を使って経理を、こまめに、していくと確定申告でももうバタ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 しなくても済むかなと思います。ここ2年ぐらいですかね、そういったクラウド会計が、若干、知れ渡ってきて、でなかなかこのクラウド会計を入れている会計事務所さんはまだ少ないんですが、個人の女性起業家を、応援していたり個人事業者を応援している、会計事務所さんではそういったクラウド会計をお客様に使っていただきながら、申告業務をサポートするというところも増えていますので、ご自身でできることは、ご自身でしていただいて、でちょっと難しいとこだけ外注するというようなことを使って、本業を、しっかりやっていただくのが、これからのスタイルになるのかなと思います。で特にですね、お客様で今マネーフォワードを使っている、それからフリーを使っているっていうお客様を、サポートしているんですけれども、もう本当に預金口座 と、連動していて、預金口座の情報がそのままそのクラウド会計に入ってくるので、そこで自動的に帳簿を作ってくれるという、非常にもう便利な、ものだったりしてですね、税理士がやることとしては、正しく、帳簿がつけられているかっていうとこぐらいでですね、とても個人で使うレベルとしては、便利なものだと思いますので、もしこういったものちょっと導入したいなとお考えだったりとか、もともとその、会計って何なのっていうのをちょっと知りたいという方はですね、ぜひ、ご気軽にご相談に来ていただければと思います。はい、で今日、2回目なんですが、ちょっと緊張しながらも、ちょっと真面目に申告の確定申告税金の情報を少しお伝えできたかなと思います。毎週水曜日9時半からですね、もう一人パーソナリティの花さんと進めていきたいと思っているんですが、来週は2人で今度はちょっと真面目じゃない話も取り入れながらお話をしていきたいと思っています。それでは来週水曜日の9時半ですね、またお会いしたいと思います。今日の一生美女とお相手は、及川元乃でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。